何度も何度も女性セブンがこう来てかなり悪意は感じますね。やっぱりどうも石田純一です。この10日間 YouTube のライブ配信、 YouTube の撮影、ラジオの生放送、テレビの撮影とお休みをさせていただきました。本当にいろいろご心配をおかけして、皆様の優しい、そして心配してくださるコメントをたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。赤いブツブツが出てきたんで、これ人生でおそらく2度目ぐらいかな。23歳の時に1回なったことがあって、その時はちょっと肝臓の値が悪くなったという覚えがあったもんですから、自分なりにこれ激症肝炎だったらまずいなというふうなことだったんですけども、3つの医院に行きまして、最初帯状疱疹ではないかというふうに、一番最初のお医者さんには言われたんですが、これは水疱瘡のウイルスとほぼほぼ一緒というか同じというか、いろんな見解があるんですが、水疱瘡は小さい時にやったことがある方、そしてワクチンを打ったことある方はもう普通は発症しないんですが、僕の場合は長い時を超えてですね、水疱瘡やったことあるんですよ。それで、疲れてる時とか免疫力が落ちた時に今回この水疱瘡の症状が出たということで、帯状疱疹っていうのは基本的に右半身しか出ないとか左半身しか出ないとか、こう右も左も出るってことはないらしいんです。体の半分にしか出ないというのが帯状疱疹ということなんですが、総合的に診察していただいた結果、反発性帯状疱疹というウイルスが原因なんですけども、それがちょっと多くて、いろんなところに出てしまったと。水疱瘡というのは実はもう大人になるとほとんど 90% ぐらいの方が、何らかの形でもう抗体を持ってると。だからワクチンを打ってもいないし、水疱瘡になったことない人でもなぜか抗体を持ってるということが今有力な説としてありまして、大人にはあまりうつんないけれども、でも特に子供にはうつってしまうので、青少年とかには気をつけてくださいということを言われたんですけれども、だからそういった意味で自宅で隔離という感じで寝ておりました。免疫力が下がったっていうのは、そのコロナだったりとかっていうところも多少なりとも影響するんですか？実際僕も去年、新型コロナウイルスに感染して、発症したんですけども、肺炎をね起こしたんですけれども、そのおかげで免疫力が落ちてるかどうかとか、いろいろ血液検査、その他、検査をした結果、それには当たらないと。今はもう完治いたしまして、お医者様からも本当に合格というレッテルを貼られて、これから仕事あるいはその外に出ることも許可をいただきましたので、今の状態ではもう完全にそれぞれの湿疹もかさぶたになったらほとんどもう映らない。ところがそのかさぶたになってそれも取れて、いわゆる赤い湿疹とかが全部なくなりましたので、これは完治したというふうに、そういう診断をいただきました。ということで引き続き応援の方もよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。石田さんがお休みの時に、はい、また週刊誌女性セブン、そうですね、女性セブンさんもうちに来て何度も何度も鳴らして、もう自宅で隔離されてる時にも、そう、何度も何度も女性セブンがこう来て、もうお帰りくださいって言っても何度も何度もこう押されたんで、もちろん何度もだか分かんないですけどね。でも女性セブンさんが来て、で結局何も話してないんですが、マスク勝手なこと書かれまして、そのことに関してはここにこうリンクというか貼っておきますので、どうぞそれで皆さんご判断いただきたいと思うんですけれども、自分のことよりも今回そのプロタンさんの行為で、いわゆるコラボをしていただいたり、それもどちらかというと見ていただけると分かるんですけれども、サプライズになってるので、そういった意味ではなんか憶測でいろんなことを書かれるのは非常にこう迷惑だし、僕よりもプロタンさん
あるいはプロタンさんのこう応援しているファンの方に迷惑になるので、ぜひやめていただきたいなと、まあ憶測記事ですからという意味では非常に困っておりますが、やめていただきたいなというふうに思いました。まあ皆さんで、記事をご覧になってぜひ、確かめていただきたいなというふうに思ってます。僕宣伝してるみたいになっちゃったんですけどね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。でもあの女性セブンさんもそもそもこの一連の、コロナにかかってからすごいバッシング受けて、それのまあ初っ端が女性セブンさんなんで、まあ、そういった意味では非常に今あの迷惑してるというか、あのかなり悪意は感じますね。やっぱりまあそんなことには負けないと言っても、普通これだけめちゃめちゃ書かれて、で2、3ヶ月全部いろんな後追いでね、いろんな記者さん、いろんな週刊誌さんがこうめちゃくちゃ書いたんで、それが皆さんの望みかどうかわかんないけれども、あの仕事を、まあ、要するに CM は、9社のうち7社、実は残念ながらあの、まあ、契約を打ち切られたとか、更新しないということにはなったりして大変な目になってるんですけど、それは、全て女性セブンさんが始めたことなんで、まあ、ちょっと参ってますね。今回もあのちょっといい加減なことを書かないでほしいなというふうに思っております。憶測記事が多いんで、はい、あの取材方法で実は週刊女性もそうだったんですけど、夜に100回ピンポンされたこともあるんで、これはあの警察にも被害届を出させてもらったんですけれども、まあ裁判なんかの方もいろいろ考えておりますけれども。裁判今進んでるんですか？あ、もう訴えます。はい、まああの何のいわゆるこう反省とか、まあ訂正とかお詫びとかそういう言葉の週刊女性、それから愛記者ですね、はい、まあ、頭文字愛記者とかからもいただいてないので、今弁護士と相談して、訴えようということは考えておりますけれども、まあ朝から夕方まで、まあ、思い出したようにピンポンってくるともう本当に、まあ、うちの者も子どもたちもドキッとするので、そこら辺はちょっとご遠慮いただきたいなと切に思います。ということなんですけれども、まあ、あることないことね、いつも書かれて本当に、まあ、ちょっと悪意を感じられるのが残念なんですけれども、あの取り上げていただいたおかげで、まあ、もしかしたら登録者数が伸びるかもしれないし、まあ、そういったギブアンドテイクはあるのかななんて思っちゃうんですが、まあ、いずれにしてもそのプロタンさんとプロタンさん の, そのファンの方に迷惑がかからないようによろしくお願いいたします。そこに関してもご迷惑をおかけしました。謝ってばっかりですけどね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。